地を進め。この星のコンテンツを残さず消滅させるのだ。だいぶ様になってきたじゃないか。それでこそ惑星オワンダルの女神だよ、カド。黙れ、ヘイロ。見ろ、敵の抵抗が想定より激しい。あれをどうにかする策を考える。へえ、惑星エモも意外にやるな。感心している場合か。口ではなく頭を使うのがお前の仕事だろう。大丈夫大丈夫、問題ないよ。我らの軍勢はあのくらいものともしない。まとめてオワコン化してあげようじゃない。いいだろ。全軍突撃！我ら惑星オワンダルに勝利を！たくさんのアンチが押し寄せてきます。すべてのコンテンツを踏みにじり燃やし尽くす悪意の存在。ああ、みんなが作り上げてきたコンテンツが一つ、また一つと消えていく。もうこの惑星の力だけでは抗うことすらできない。想像は大地を生み、感動の涙はその地を潤す。大地に根ざした愛情は目となり鼻となり、やがて世界を支える繁栄の大樹となる。力を借りるしかありません。検索フィールドを展開。領域は別次元に設定。文明レベルが近似値を示す候補を優先。きっと見つかるはず。この世界にはない創造の魂、人々に感動を呼び起こす希望の光、コンテンツへの愛にあふれる戦士、救世主と呼ぶべきものが。あっ、見つけた。この方々ならきっと侵略を食い止め、コンテンツを取り戻してくれる。救世主たちよ、惑星エモンをお救いください。ゲーム業界、そこは4人の守護女神によって守られる異なる次元に存在する世界。時に覇権を争い、時に手を取り合う4人の女神たちは今、戦場とも呼ぶべき舞台に結集していた。女神たちの熱き戦いが再び幕を開けようとしていた。
夢が叶ったって、まさかベールが手伝って女神デーを企画したわけ？どちらかといえば私が提案した方ですわね。女神が二人がかりでお願いしたらあっさり OK してくれたよ。それはお願いじゃなくて圧力っていうの。ちょっとフランからもなんとか言ってよ。そんなに気にすることないわ。女神が来場すればニュースにも取り上げられる。いい宣伝になると思ったから OK したんじゃない？うん、それはそうかもだけど。そうそう、ブランの言う通りだよ。これがいわゆるウィンウィンってやつだね。またそんな今思いついたようなことを。とにかく参りましょう。主催者の方が待っていますわ。なんでも新しい VR システムが出展されていて、ぜひ私たちに体験してほしいそうですわ。それそれ、楽しみすぎて夕べは眠れなくて朝まで漫画読んだりゲームしたりしちゃった。私もクランの仲間とレイドボスに挑んで、気づけば外が明るくなっていましたわ。それただ夜更かししただけじゃない。まあいいわ、私もちょっとだけ、本当にちょっとだけ楽しみだったし。うんうん、よかったね。今日はノーアールといっぱい遊んであげるよ。別にネプチューヌと遊ぶのが楽しみだったわけじゃないわよ。とにかく行くわよ、その新しい VR システムのところに。いっぱい遊ぶとか言ってたくせに。いきなり寝てるじゃないのよ。どうやら徹夜したせいで横になったら眠気が来たようですわね。はあ、ベール、あなたは平気なわけ？ええ、1日くらい寝ていなくても平気ですわ。ランダムで出現するレアモンスターに張り付いて何日も徹夜することだってありましたから。それに私、この VR システムを体験するのをずっと楽しみにしていましたの。 VR によるライブ型 MMORPG、 ネトゲ好きの夢の装置。寝てしまうなんてもったいなくてできませんわ。ベールまで変なテンションに。ねえブラン、ここは私たちだけだもん。女神らしく。いや、もう閉じ込められたプレイヤーたち、 RPG の世界で繰り広げられるデスゲーム、ラノベの世界そのままじゃねえか。ブランまでおかしくなってる。どうか私たちをお救いください。救ってほしいのはこっちだよ。先生、想像は大地を生み、感動の涙はその地を潤す。大地に根差した愛情は目となり花となり、やがて世界を支える繁栄の大樹となる。すごいラブレ設定みたい。それより回復アイテム。ネプテューヌ、起きなさい。あらら、私のターン。まだ何も始まってないわよ。おかしいな、なんか女の人の歌が聞こえたんだよね。変な夢でも見ただけじゃないの？そんなことよりもうすぐ始まるわよ。あ、そうだった。新しい VR システム楽しみだね。始まりますわよ。おー、ワクワクするね。
ちょっとネプチューヌ、あなたまた寝るつもりって、あれ、私まで頭がクラクラする。これ本当にゲームなのかしら。可愛いだけじゃつまらない、君と一緒にミュートラル、ミュートラル、ミーだよ、ミュートラル、ユーよ。みんな、昨日ぶり。今日はね、とびっきりのサプライズだ。ちょっと待ちなさい、ミー。あと、なになに、ユーちゃん、これからババーンと発表するとこだったのに。これ、いつもと立ち位置が逆じゃない。あれ、そうだっけ、そうだっけって何回配信したと思ってるのよ。いい加減立ち位置くらい覚えなさい。いいじゃん、そんな細かいこと。っていうか、ゆうちゃんだって気づいてなかったじゃん。それはもちろんみーが気づくのを待ってたのよ。なんか言った？うん、何も。とにかく最初からやり直しましょう。生配信じゃなくてよかったわ。今回の配信は特別だもんね。完璧じゃないと。みんな新曲喜んでくれるかな。当たり前じゃない、私たち史上最高の新曲だもの。だよね、だよね。事前告知はせず、あえてサプライズで発表。さらに新曲 MV も流せば、再生回数はうなぎ登りよ。うなぎ？うなぎって登るの？どこに？あ、もしかして鯉のぼり的な？ものすごく再生回数が稼げるって意味よ。それってやばいじゃん。私たち天下取っちゃうじゃん。だからこそ立ち位置だってちゃんとしなきゃ。それともっとテンション上げていくわよ。任せて、そういうの得意だから。いつも心のど真ん中、可愛いだけじゃつまらない、君と一緒にミュートラル、ミュートラル、ミーだよ、ミュートラル、ユーよ。みんな、昨日ぶりのこんにちはでこんばんは。今日も配信の時間がやってきたよ。私たちに会いたかった、会いたかったよね。私たちも会いたかったよね、ゆうちゃん。テンション高、うざ。ちょ、打ち合わせと違うよ。テンションぶち上げてこうって話だったじゃん。なんか実際に見たら思ってたよりうざいし、うるさいし、ぶりっこしてるのがイラっとくるわ。ひどい、ひどいよ、ゆうちゃん。だいたいゆうちゃんが中学生の時に書いてた夢小説の方がもっと痛い。おいこら、それ以上言うとマジでしばくぞ。なんてね、冗談。ニュートラルは今日も仲良しだよ。そんなことより今日はビッグニュースがあるんだ。それはなんと、リリ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 リ、新曲ができました。しかもこの後ミュージックビデオをフルバージョンで配信しちゃいます。うわー、うわー、パチパチパチ。それじゃあ早速聴いてもらっちゃおう。だね。それでは私たちの新曲アンリミテッド、どうぞ。
想像は大地を生み、感動の涙はその地を潤す。大地に根ざした愛情は目となり花となり、やがて世界を支える繁栄の大樹となる。この声、ムプ、あれ、あれれ、やっと来たわね、ネプチューヌ。ノアール？ちょっと、なんで疑問系なのよ。いや、だっていつもと違う格好だし。コスプレ？コスプレなの？違うわよ。気づいたらこれだったの。ネプチューヌだってそうじゃない。本当だ。全然気づかなかった。ゲームの中なのかしら。まだ頭がぼーっとする。ねえ、なんだか変じゃない？ゲームっぽくないっていうか。ねえ、ここまで何の説明もないのは少し不自然ですよね。思っていたのと違う。みんな心配しすぎだよ。きっとこれからチュートリアルが始まるんだよ。そこに誰かいるし、運営の人かな。何ここ、新しい配信空間。いや、こんなの私聞いてないよ。どう見ても違うでしょ。明らかにこの状況に戸惑ってるわよ。よし、声かけてみよう。あ、こら、待ちなさいって。ねえねえ、あなたたち運営の人、チュートリアルまだ？なんですか、あなた方は。ここはどこなんですか？あれを、ほら見なさい。この人たちも私たちと同じなのよ。ゆうちゃん、ゆうちゃん、この人たち変な格好してるよ。いや、それを私たちが言っちゃダメでしょ。それにしても一体どういう状況なのよこれ。全員が何かに巻き込まれたということでしょうか。情報がないのに考えても仕方ない。それより聞いた方が早い。聞くって誰に？ここはあなたたちの世界とバーチャランドの狭間にある仮想空間、デュプリケイト。そして私はバーチャランドにある惑星エモの電脳女神フェア。この度は突然お呼び立てしてしまい誠に申し訳ありません。これゲームじゃないの？だからさっきからそう言ってるでしょ。これって配信じゃないの？いや、どう考えてもおかしいでしょ。何か既視感がすごいわね。フェアさんとおっしゃったかしら。どうして私たちは呼ばれましたの？それはあなたたちこそ救世主だからです。お願いします、どうか私たちの世界をおす、Something that isI feel there's something that is, I feel there's something that is stopping me now. Oh.